アジアの時代区分についてですがアジアの各地の歴史は非常に多様でありますそのためいろいろな時代区分が混在していますただしそれらを全体としてどのように理解できるのかが一番大事なところであります時代を区分する基準は技術史的な区分政治史的な区分 社会経済的なな区分などが併用されていますこれらの中で最もポピュラーなものが「人類の古い時代は技術史的な区分」え「ー、文字が出現して以後は政治史的な区分を行う」これがあの最も広く行われているものであります。